ドイツ表現主義舞踊の代表格、マリー・ウィグマン映画、カリガリ博士、フランツ・マルク、小さな青い馬ドイツ表現主義は、ドイツにおいて第一次世界大戦前に始まり1920年代に再生となった芸術運動で客観的表現を排して内面の主観的な表現に主眼を置くことを特徴とした。建築、舞踊、絵画、彫刻、映画、音楽など、 各分野で流行し、黄金の20年代と呼ばれたベルリンを中心に花開いた。日本を含む世界各地の前衛芸術に影響を与え、現代芸術の先駆となった。ドレスデンで1905年にエルンストルートビヒキルヒナーラの前衛会が、グループ、ブルッケが生まれ、ドイツ表現主義と言われる運動の起点になった。表現主義は、印象主義に対する言葉で、 不安の感情などを表現している。1911年にはミュンヘンでカンディンスキーやフランツ・マルク芸術家グループ、青騎氏が生まれ彫刻や音楽などにも広がっていった。建築においてもメンデルゾーンのアインシュタイン等などの作品がある。ドイツ表現主義の主な作家、作品については以下のカテゴリーを参照。ドイツ古典主義の美術を模範とする。 ナチスドイツ時代には大敗芸術の一つと規定され、激しい弾圧を受けた。バイマル文化の交参章。日本においては、単なる表現主義ではなく、ドイツ表現主義という言い方がなされることがあるが、これがどのような経緯で使われるようになったかについて、明確に記載している文献は存在しない。ただ、第二次世界大戦前から日本で、 ドイツ表現派という呼び方が用いられていたことを示す、次のような文献が存在する。大正11年11月雑誌、解放、山岸三信、ドイツ表現派の社会革命劇トルレルの、天変を中心として、大正12年1月3日から2月2日、東京朝日新聞、田中総一郎、ドイツ表現派儀局かなお、カラー版20世紀の美術においては、見出しにおいて、 ドイツの表現主義という表現を用いている。ドイツ表現主義映画の代表作としては、プラーグの大学生、カリガリ博士、ゲニーネ、巨人ゴーレム、死滅の谷、吸血鬼、ノスフェラトゥ、ファントム、メトロポリス、エムなどがある。ありがとうございます。